フミーリャは、スペインブルシア州のムニシピオ。2016年の人口は25,362人。スペインワインの産地として知られる。フミーリャとも、中心市街地の標高は510メートルであり、1372メートルのカルチェ山を筆頭とした800メートル以上の山に囲まれている。フミーリャの面積は972平方メートルであり、スペインで10番目に、 面積の大きな自治体である。フミ入リ屋には20メガワットの電力容量を持つ大規模な太陽光発電所がある。12万枚のソーラーパネルからなる。この太陽光発電所は100ヘクタールの土地に設置されており、2万個が使用するエネルギーに相当する年間発電量を持つ。この太陽光発電所の存在によって二酸化炭素の排出量が年間4万2千トン削減される。 フミーリアの経済は農業に基づいており、ブドウ畑、オリーブ畑、その他の果樹園などが広がっている。フミーリアや近隣のジェクラでは、ムルシアでは、ヤギのムルシアーナネやグラナディーナダネが飼育されている。フミーリアのワインボトルスペインワインの原産地故障制度であるデノミナシオンで、オリヘンの産地としてフミーリアがあり、フミーリアの自治体域を越えて広がっている。 フミイリアには3万2000ヘクタールのブドウ畑があり、うち45%がムルシア州内に55%がアルバセテ県内にある。ムルシアには3000人のブドウ生産者が登録されている。フミイリアでは主にモナストレルダネのブドウを使用している。土壌は石灰質である。夏季の最高気温は摂氏40度に達するが、冬季には 氷点下になることもある大陸製気候の産地である。年間日照時間は約3000時間と長く、年間降水量は約300ミリメートルと乾燥している。2014年に生産されたワインのうち42%はスペイン国内に、58%はスペイン国外に出荷された。特有の気候条件によってアルコール度数が高くなり、 伝統的に多産地のワインのブレンド用バルクワインとして、また日常消費用のワインとして販売された。1966年には原産地古障のデノミナシオンでオリフェンに指定された。多産地から約100年も遅れて、1980年代末にはフミイラでフィロキセラが満員。これを機に多くのブドウが解食され、ワインの品質向上が図られるようになった。 ムルシア州のフミーリアに加えて、カスティーリャ・ラマンチャ州アルバセテ県南東部の6自治体、計7自治体がフミーリアに含まれている。赤ワイン、またはロゼワインには、モナストレルダネを50%以上使用しなければ、ならない。12世紀から15世紀に建設された、フミーリア城、15世紀から17世紀に建設された、サンティアゴ教会、16世紀春光の御打亭。 18世紀春光のエルサルバドール教会、1883年春光のビコ劇場、リコ島などは、それぞれスペインの重要文化財に指定されている。フットサルクラブとして1997年に CFS フミーリアが設立され、2013から14シーズンからプリメーラディビシオンに属している。サッカークラブとしては FC、フミーリアがあり、主に テルセラディビションに属している。2017年には、鹿島アントラーズユースに所属していた、松浦公用が FC、フミーリアに加入した。出展、エルパイス。ありがとうございます。